はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。兵庫の秋葉様、お手紙いただきました。圭一様、水戸の広瀬様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録も、できたらよろしくお願いいたします。金子恵美元衆議院議員、高市総理実現を阻んだ議員は普段言ってる女性活躍とかもう二度と言うなよと、テレビ番組で発言しておりました。つまりは女性活躍、女性が活躍する社会をとか言っておきながら石場に入れたやつら、ああということでしょうかね。世論です。女の敵は敵、女の敵は女、上川に言えよ。女性のなんとかっての全部やめろ。男女よりまず能力、性別だけで選ぶ方がまずいだろう。野田聖子、三原淳子、上川陽子は高市さんに嫉妬したんや。ほとんどの女性議員が石破に投票したんだってね。これ女性総理、自分を差し置いて女性総理になるのが憎かったんですかね。名指ししてないけど女性政策を推進しているグループのボスザルの野田聖子を言ってるんだと思う。俺も若い人が良かったけど進次郎を支持するかと言われたら難しい。そりゃそうだ。女性だからって理屈で総理を選ぶのは間違ってると思いますけれども、常日頃お前ら女性活躍とか言ってんのに高市さんは支持しないのかには、まあ一理ありますね。石破に投票した過半数の自民議員はですね、今後一切女性活躍とか言うの禁止ですね。詳細不明情報なんですけども、公明党から高市総理阻止の強い圧力があったみたいであります。高市に入れたらお前の選挙区の総価表やらないぞ、選挙協力ポスター貼りなんかも知ってやらないぞ。これに、菅派、茂木派、二階派が陥落と。岸田派はもともと正論言う高市さんが大っ嫌いで、陰で放送禁止用語、〇〇〇女って口汚く罵ってたぐらいなので、週刊誌記事なんて真偽不明なんですけど、〇〇〇〇って4文字不正字で女ってあるんだけど、なんて言ってたんだろうね。岸田、口汚く罵っていた。これツイッターやらその辺で、まあ今の岸田内閣間違ってるよねこの政策みたいな、正論をですねポツポツと、チクリチクリと言われて腹立ててたみたい。そんな自業自得じゃねえか、思うんですけども、高市じゃなければ誰でもいいって岸田モード。総裁選前の自民党員票が一番の人に投票する発言をあっさり破ってですね、石破氏の大号令、どこまでクズでゴミなやつなんでしょうね。総裁選前は自民党員票が一番だった候補に乗るって、言ってたんだよ。したら高市さんが109票、石破が108票で1位だったんだから高市さん。だから岸田派は高市さんに入れないとこの発言を、破ってしまうことなんですけど、あっさり破りましたよ。ゴミクズだから、人間性が、女性が活躍する社会を、誰もが本気でなくてですね、まあ予算つけて公金チューチューの利権にしたいだけですね。議員は官僚は天下りの団体に作りたいだけ、それに女性はですね、家庭で活躍してくれないと子供減る一方だろうって話。女性を無理やり働かそうとする政策全部やめたら子供増えるかもしれないですよね。男女共同参画とか言って、無駄遣いしてんの全部やめたら税金の節約にもなるし子供も増えるかもしれないんですよね。イランがイスラエルにミサイル180発を撃ち込む、で世界第三次世界大戦っていうワードがトレンドになっておりました。イスラエル軽傷者2名、死者なし。マジですか、本当ですか、大損害隠してないかな。石破総理、イランによる攻撃は認められるものではない、厳しく非難する、全面戦争に拡大しないよう日米で連携し事態の沈静化に努めると発言。世論です。まともじゃん、当事者でない戦争に余計なことを言うなアホ。ネタニヤフ首相がすでに全面戦争って宣言してるけど、いいからお前は黙って北京とソウルにミサイル撃ち込め。解散でそれどころじゃないしね。記者は
じゃあポケベル爆弾はどうですかぐらい聞けよ、日米地位協定見直すとか生きてたのにこれか。中東に首突っ込む前に国内なんとかしろや。ゲルがここまで生きるとは予想外。イランから石油買ってなかったっけ、ここでイランことすんなって言って盛大に滑ってほしい原油の輸入額8兆円程度で推移したんですけれども、円安で2022年度は13兆円になっちゃったんですけれども、イランからの輸入はですね、2018年までは8兆円分の4000億円程度、まあ 5% ぐらいですか、で推移してたんですけれども、2019年に1200億円台に減らしてですね、2020年以降はイランからは輸入してなかった、だからイランに文句言っても怖くない、この頃確かですね、日本産フッ化水素を韓国北朝鮮経由でイランが手に入れてウラン濃縮に使用してるって報道はありまして、アメリカに戦争の中もって言われてイラン依存やめたんでしょうかね、民主主義国家のイスラエルが大嫌いで、中東テリリストが大好きなパヨ界隈は石破に裏切られた気分で大変なストレスを感じているんでは、ストレスを受けると免疫が低下して風邪ひきますから、まあ、風邪ひけって話で、日米で連携し事態の鎮静化、言ってっけど球場で縛られてる日本に何できんのって、米軍の出張費、米軍がイラン界隈、イラン周辺に行くのの、出張費お金の一部負担させられるぐらいしか日本できないけどやだー、ウクライナも支援してるし、まあこれやむを得ずですね、ロシアが勝ってね大勝利して調子こいて北海道攻められると困っから、してるし、まあイランことに首突っ込んじゃねえよって、思うんですけどね。平正明新デジタル大臣に早速文春砲、計画倒産詐欺で逮捕された企業から288万円の献金を受けていた。20年にわたって収支を虚偽申告し、多数の金融機関から融資を受け倒産と、被害総額は11億円、社長と従業員3人が詐欺罪で逮捕ですね。これ業績悪いと銀行がお金貸してくんねえから、税務署にですね嘘の確定申告、してですね、税金ちょいと払った上で返すあてのない金を借りていた、で倒産した。まあこれもですね、計画倒産かどうかはとうとう息の根止まって倒産したのかもしれないですけれども、そういう企業から288万円、献金受けてたみたいであります。世論です。違法性は早いな、おい、速攻すぎる。1週間もたんのかいな。さすがブロック太郎の後任、いろいろなストックあるんだな。今回の閣僚はマスコミが溜め込んでた案件が多いらしく、どんどん出るかもと言われている。石破の一番の子分だろ。高市さんのリーフレットを声高に批判していたから清廉だと信じていたのに、どうして、これは皮肉ですね数少ない石破の子分でですね、テレビ番組で郵送したのは高市さんだけって嘘ついて訂正していない嘘つきであります。献金受けた時点で詐欺企業と知っていれば、犯罪で得た利益と知りつつ享受したってことで、共同正犯、共犯ですねってことになるんですけれども、まあこれ証明するの難しいでしょうね。平事務所の回答では返金先がわからないって言ってるらしいんですけど、これは倒産の整理、債権者に分けるべきだよ。具体的に言うと、金貸して返してもらえなかった銀行、文書はスキャンダルいろいろと溜め込んでて発信する機会伺ってんでしょうね。でなければ大事になった途端に出せるわけもなく、他の人も後ろめたい人は恐怖ですね。病気で無敵になった、森永卓郎67歳石破内閣について、最短3ヶ月もっても1年未満、誰に聞いてもこの内閣に期待できるって人は一人も知らない、友達がいないから過去に派閥が推薦した小物を集めたわけ、閣僚のうち13人が初入閣で、その13人全員が閣僚待機組だった。訳あり商品在庫一掃セールを押し付けられちゃった。でもしょうがないんですよ。だって石破さんのために命張ってでも閣僚として頑張るぞっていう人が一人もいないんだから、ケチョンケチョンですね。世論です。ジジイばっかの内閣で古臭いし女受け最悪、前はこういうきついこと言わない人だったのに、まあ病気で無敵になったじゃないですか。主流派に任せて散々だったんだから、非主流派の方がまだ期待できるんじゃないの。
完全正論すぎてパイを噴し、閣内不一致連発とかなればやばいかもね。まあ裏金問題を洗い流す使い捨て内閣としては適任かもしれんね。選挙で大敗したら石破の責任問題になって高市総理になっちゃうかもよ。岸田もそう言われてなかったが、短命内閣ってね、19人中13人が信じるとは知りませんでした。石破総理は仲間が少ないからですね、選挙に有利に働く元閣僚の肩書き大安売り、選挙ポスターに元何々大臣とか書けると選挙で有利だから、肩書き大安売りですね。なんか人選は森山幹事長の言いなりで、実質森山内閣とも言われてますけれども、森山幹事長に解散しようって言われてはいと答える素直な石破君実力ないからしゃあないっすね。石破内閣経済政策は岸田内閣路線を踏襲し、物価上昇を上回る賃金上昇、個人消費回復、貯蓄よりも投資を、まあ、岸田はどれもできてませんでしたけどね。どれも岸田、世論です。岸田と一緒ブレブレや。投資については否定的だったような。でも法人税上げるって言ってなかった。まあ法人税は上げる余地があるって、まあ曖昧に、ごまかしてましたけれども、今年 G7 唯一のマイナスの失敗した成長戦略継承してどうすんの。配当所得課税を増税するって言ってたような。岸田の支持率が低いのに岸田路線は引き継ぐってバカなのか、党内圧力に屈しているのかしかないよね。金融緩和円安株高よろしくと、岸田貯蓄より投資を、株配当税 20% を 25% に、何言ってんだバカって、それじゃ投資しなくなるじゃないかと一気にバカが露呈した岸田政権初期のことでありました。さすがに配当税増税はやらなかったが、全然経済のことというか、岸田はね、世の中の断りを全然分かってない。バカ岸田路線を踏襲してダメに決まってんだろうがってね、物価上昇を上回る賃金上昇、個人消費回復できたらいいけど、岸田は全然ダメ、で26ヶ月連続実質賃金、下落っていう大記録作りましたよね。そんな岸田路線踏襲してどうすんだって話なんですけど、石破内閣の経済対策、低所得者に金配ります。速報で時事通信が報道してました。ああ選挙前の簡単な人気取りに走ったなーって、世論です。また高齢者向けの給付か、中級国民無視、経済対策じゃなくて選挙政策やろ、公明党みたいなやり方やな、底辺からも絞り取ってたまに中抜きしてから飴をまくと、岸田と一緒やん、これ岸田がやってたやつだろ、あこに秋にどうとか言ってたやつ、これが野党支持者に一番効果あるのが草、まあ野党支持者はその低所得者もらえる方なんで、その立憲とか共産党への忠誠が揺らいじゃいますね。中産階級は絞り取られて干からびそう、低所得者ばっかり、低所得者の定義は今のところですね、住民税非課税所世帯、非課税世帯つまり年収100万円以下の個人、親子、母一人子一人ならば156万円が非課税だそうであります。そのほぼ大半がですね、年金暮らしの高齢者なんですよね。実は、高齢者は真面目に選挙行きますから、政党としては何より大事にしたいところですよね。経済政策、低所得者に給付金、これやられるとですね、中産階級というか納税してる人の意欲がだだ下がるんですけどね。低所得者ばっかり、コロナ中の安倍政権の一律10万円支給以来、岸田もですね、定額減税とかの名前で何度かやってましたけど、ガースもやってなかった。最初から絞り取んなよってしか思わないですけどね、私なんかね。特に低所得者からも絞り取る消費税、これ 2% ぐらい減税した方が効果あんじゃねえの、バラモグよりも。不公平感がすごいからね。安倍総理がやった10万円一律給付だって、外国人にも配るのかよって不公平感がありましたからね。今日の単身です。夕刊フジが来年1月をもって終了、ネット版ザクザクも終了と発表。あららららら、今時珍しいですね。まともなメディアだったんでね、買ったことないけどな、買ったことないのがダメなんでしょうか。よく見ていた、私も
買ったことは一度もないのはダメだったんでしょうか、紙媒体の限界ですかね。思想が全く逆の日刊現代が先に潰れればよかったのに全く残念無念でありますよ。坂本農水大臣退任記者会見、備蓄米を放出しなかったことは間違いではなかったと発言。7月8月の米の販売量はですね、昨年度をはるかに凌駕してんですよ。ものすごい量販売してんですよ、日本人が急に米好きになったわけじゃなくてですね、テレビを信じて米がないっていうのを信じた高齢者が50キロも100キロも買いだめした、精米した米はですね1ヶ月以内食べないとカビ生える危険性あるって今頃買い込んだ米どうしてんだろうね高齢者、騙される高齢者が悪いんじゃなくて、まあ騙して不安を煽るテレビ悪いんですけどね、あとはあのテレビしかない情報源がないっていうのも悪いんですけどね、まああのテレビに言われたら高齢者は信じちゃうよね。電車の中であのおばあさん3人ぐらい話してたんですけど、NHK でやってたってあのまるでね神がそう言われたぐらいの勢いで喋ってるおばさん、あの見たことあるもん。ああもう信じきって何も疑ってねえの、その時はがっかりしちゃいましたけどもね、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。